五木ひろしがペニンシュラー応援大使になったらしい。ペニンシュラーって何？ラクレストの写真撮ってる。ペニンシュラー聞いたことない。貴重さはまだ分かってないんだな。夏休みっていうのは人生においても失ったら二度と取り戻せないものなんだ。そうだよ、大人になって一ヶ月半休みがあるってこの権利はね、無職にしかないんだよ、ね、あ、大学行くの次高校受験だから、あとまあまあちょっと伸びたとしてももう取り戻せないんだよ、ね、そんな取り戻せないうちの一つが来ちゃうんだよ。もうすぐ、あなた水着は選んでるか、水着は選んでるか、こんな色にしようかなとか、これ形かなとか、え、選ぶんだよ。夏来ちゃうんだよ。いや買わなくていい、海行かないんだからどうせ、え、選ぶっていうのが大事だ夏に。お前だって母さん風鈴出しといて、あとベランダつけとくね。あ、じゃあこれ言っとこう。うん、父さんな、言っとく。チューブはもうね、とっくにリハーサル始めてるよ。冬の間ボケーっとして6月23日だっつって合わせてメンバーに電話かけて、夏を抱きしめたくて練習したいんだってリハーサルしてるんだよ。え、備えてるんだよ。チューブは夏来ちゃうんだから。今代わりに広瀬香美は寝てる。ゲレンデ待ちだな。夏っていうのはね、梅雨のジメジメと全然違うんだよ。冬っていうのはさ、やはり着込めばなんとかあったかくなる。だからね、夏はね、逃がしてくれない。夏は全裸でも暑い。え、まとわりついてる。こう大型犬、そうし、こう、ほんで、あ、ベルベル、あ、やめなさい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 、あ、ベルベル、ベル、今これ夏、あ、ベルベル、ベルベル、あ、やめなさい。秋が来るまでずっとこれな、そういうの備えてるのかって話をしてる。お父さんな、浴衣はまあいいんじゃないか。ああ、そのね、彼氏とね、まあ、この人の明けたち夏祭り、あるでしょうから、浴衣はまあそれぞれ彼氏と選んだりしてもらってな。まあ、まだ二人とも彼氏いないわけだけどね。いる。まずは沙織、彼女、彼氏、あ、しおりも、沙織としおりも、彼氏、
夏来てたんじゃん。なんで父さんにもないの。まあいい、そばいいの。だ、気をつけろ。もう来いって言うの。スイカ割りみたいな。声盲目っていうだろう。ラブイズブラインドです。あ、うん、目隠しして。え、右だって言われたら、こう右に行って。左だって言われたら、左に行って。ね。これ。これもスイカ割り。一緒。ね。くれぐれも、こう、空振りしないようにね。気をつけない。うん、いや父さんも言いながら何言ってるか分かんない。なんとなく言ってみたら、ね、あれだぞ、蚊に刺されたらもうそれは夏だから、蚊に刺されないように備えるんだぞ。分かった。よし、おい母さん、ありったけのそうめん入れとる。うん、父さんか。父さんは竹を切ってくる。